のショートエンジェルサマー。はい、今週も始まりました、菊池夏のショートエンドレスサマーのお時間でございます。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。もうものすごい暑かったですよね。暑かったですよねというか、まあ暑いですよね。なんというか、あれ、なんか夏ってこんなに暑かったですっけってこう毎年思うんですけど、夏こんなに暑くないでしょってこう毎年思うんですよね。私なんかその、なんだろう。ね、まあ、その、今の若い方よりもね、まあ、随分、年を取っていますので、ババアとかそういう、なんだろう、誹謗中傷やめてくださいね。なんですけども、まあ、私がその、まあ、まだその、小学生とかぐらいの時って、暑かったけど、なんかこんな暑かったと思って、なんかもうムシムシするし、この熱波がすごいですね。なんかサウナで、あるじゃないですか、こうタオルで熱風バッて送ってくれるやつ、ロウリュでしたっけ、なんかバッてやるやつ、もう、あれ見たじゃないですか、もう、風が。もう、風吹いたら熱波みたいなね。そういう感じがしてね、もうなんだろう、多分ね、私小学生ぐらいとかまでなんですよね、プールに行ってたのって。いや、そうですわ、もう全然そうなんですけど、まあでもそのね、やっぱそのなんだろう、まあ高校の時とか、まあ高校の時とかは行きたいとか思わなかったわけですけど、まあ大学とか、そのまあね、もうちょっと大人になってからこう海に行きたいなとか思ったりもしたわけですよ。海に行きたいなとか思ったりしたわけなんですけど、まあ一応モデルのお仕事もねさせていただいてたんで、まあ日焼け厳禁ということでね、海は断念してたんですけど、今全然海行っていいよってなったとして、私海行けるかって思ったんですよ。この炎天下で海に果たして行けるんだろうか、そして海を楽しめるんだろうかって、まあ思うわけですよね。でね、このもう私のあれですよ、私の説なんですけど、夏短かったでしょ？言っても。もうクラゲとか出てるんで泳げないじゃないですか。日本のね、海だと。ほらね、もうね、夏っていうのはね、もう本当に、つかめそうでつかめない夢と一緒なんですよね。追いかけても追いかけても、逃げていく月のようになんですよ。もうこの夏を満喫しようと思ったら、もう夏の、だいぶ前の5月ぐらいから、はい、7月にすること、これ、これ、これって決めてね、決め込んでやらないと、もう夏は逃げていくだけなんですよ。この、なんていうの、青春的なことをしようと思ったら、この、なんだ、こう、古い言葉ですけどね、まあ、リア充的なことをしようと思ったら、もう、早くしないとダメなんですよね。まあ、そんなことをしたいと思いながら、もう、本当にインド派な私、なので、まあ、そんな方もいらっしゃるであろうということでね、今日は非常におすすめの、情報を持ってまいりました。はい、非常におすすめの情報。あれですよ、なんかもう、私から出る情報としては、もうものすごく有意義な情報と思うので、聞いてくださいね。こう、暑くてどこにも外に行きたくないわ、でも何かしたいわ。はい、そんな時は、神戸ゆかりの美術館に行きましょうっていうことで、まあ、神戸ゆかりの美術館で、今何をやっているかということなんですけれども、今、樋口陽子さんの展覧会がありましてですね、樋口陽子展、その名もサーカスっていうのが今開催中でございます。しかも、
これ8月26日の放送分なんですが、9月1日までです。もっとお前早く情報つかんどきよっていう話なんですけどね、まあ、すいません、その辺はなんか私もちょっとその夏を満喫できてなくて、まあ、すいませんっていうところなんですけど、じゃあ、 あの樋口優子さんとはどんな人ぞということなんですけども、樋口優子さんの説明させていただきたいと思います。あとこれ、画像配信されてるんで、とりあえずこの画像を見ていただいている方に特別映像ということで、こんな絵を描かれている方です、樋口優子さん。はい、普通にラジオ聞いていただいている方も、ネットで全然樋口優子って入れていただいたら出てくるので大丈夫です。絵がね、どういう絵が描かれてるかっていうか出てくるので、樋口優子さんっていうのは、画家であり絵本作家なんですけども、すごいこう独特な発想をされてる方で、もう本当に好きな人は めちゃくちゃ好きっていう感じのね、もう女の子だったらなあ大体好き、まあなんか、まあ大体好きであろうって私はまあ思っているんですけれども、もう本当に空想の世界の動物とかたくさん出てくるんですよ。動物とかもう人間とかも出てくるんですね。で、それがすごいもう特徴的で、まあこのハイブランドのグッチあるじゃないですか。グッチ、今ものすごい多分一番売れてるんじゃないかって思うハイブランドのグッチのデザイナーの方が樋口優子さんにグッチのこのリュックサックとかそういうのに樋口優子の作品を使いたいっていうことで、今樋口優子作品、コラボ、グッチと樋口優子のコラボのバッグとかが売ってるんですよ。で、もう本当に驚きの、それは全然大人も使えるんですけど、子供用のトートバッグとかリュックサックとかがそのに使われてるんですね。で、猫ちゃんとかを描いてるので、だいたい猫ちゃんを描かれてるんですね、樋口さんは。で、その猫ちゃん、もう本当に樋口さんが描く猫ちゃんって言ったら、もうすごくご存知の方はすぐ思いつくと思うんですけど、それがまあグッチとね、コラボしてて、もうすっごい可愛くてね、私も欲しいってなったんですけど、まあいかんせん、もちろんグッチとのコラボなんでね、お値段もグッチっていうね、グッチ価格なのねっていう話ですよ。うん、で、グッチ価格なのね、なので、まあ、買えなかったんですけれども、まあ、それにも使われてる絵とかも展示してあってですね、この樋口優子さんは、もうすごいですよ、この約20年の、画業の中で、この自身初となる大規模個展をしてるんですね。これ、今神戸でやってるんですけど、神戸だけじゃなくて、この前までは東京でしてて、で、この次もずっと全国巡業していくのですが、今ちょうどね、9月1日まで神戸でされてるんで、夏の最後の思い出を何か残したいっていう方はいかがでしょうかっていうことなんですけども、まあ自身となる大規模個展として約20年の画業の中で描かれた700点を超える作品を公開中っていうことで、もう本当に見応えがある展覧会でした。で、この樋口優子さんが描くその猫や少女、キノコっていうのがね、もうこの世ならぬ不思議な生き物たちっていうことなんですけども、どういうものかっていうと、まあ本当に見ていただくのが一番早いんですけども、顔は猫ちゃんなんですよ。で、猫ちゃんって言っても可愛い猫だったりするんですけど、顔は猫なんですけども足がタコになってたりするんですよ。なんか摩訶不思議でしょ。そうなんですよね、すごい摩訶不思議で、で、手が蛇になってたりとか、で、それぞれのタッチが全然違う。で、私はもう樋口優子さんって言ったら、もう猫に
もうたくさん猫描かれてるんで、猫にタコっていうのばっかり思ってたんですけども、普通にあの綺麗な女の子と描いてて、あ、やっぱりこういう方っていうのは多摩美術館、あ、ごめんなさい、多摩あの美術大学を出てるんでね、あの多摩美です、いわゆるもう多摩美出てるんで、あの私のすごく仲のいい、あのものすごく有名なイラストレーターの方がね、ああいうのは元々ができてて、元のそのなんだろう、デッサンとかができてて変な絵が描けるんだよっていうのでね、これ私でも描けそうとかいう絵があるじゃないですか、ああいうのはもうね、元々の絵が描けててできることだっていうことなんですけど、まあ本当にそうであって、その学校に行ってた、この大学に行ってた時代のデッサン画とかもあったんですけれども、デッサン画とかももう今の描いてる感じと全然違う感じで、ああ本当に美大生が描いてる作品だって思ったんですけどもね、あのラフ画、裸の女の人が横たわってるのをデッサンしてたんですけれども、まあそういうのもあって、もうすごい、その700点ある中のってもうなかなかなくって、もうこの樋口優子さんはとてもなんか結構なんだろう、割とカルト的な人気の持ち主でですね、東京会場、この前にやった時の東京会場、神戸の前にした時の東京会場の初日とかは待ち時間が 2時間から3時間でやっと入れるみたいな感じなんですよね。で、2時間から3時間でやっと入れるみたいな感じのもうノリですよ。で、それがここの神戸のゆかりの森美術館では、まあ、私が行った時はね、待ち時間はゼロだったんですよ。で、待ち時間ゼロで、で、東京会場ではもう、まあ、こういうところに行ったらグッズとか欲しくなっちゃいますよね。まあ、私もめちゃくちゃ欲しくなっちゃうんですけど、もうグッズとかも全然もう、売り切れで全然ないみたいなことを書かれてたんですけども、全部ありました、もう全部ありました。なので9月1日まで絶対全部あると思います。もう売り切れがなかったので、しかもすごい平日に行ったんですけど、すごくゆっくり見れましたし、もう本当にたくさん、もうね、700点あって、もうすごい趣向を凝らした感じになっておりましてですね。で、絵本も書いてらっしゃるんですけども、この絵本もね、もう泣けるわっていう絵本なんですけども、どういう作品があるかっていうと、一番新しいのが本屋の猫っていうのがありまして、で、ギュスターブくんっていう本もあります。このギュスターブくんっていうのがもう私が好きなキャラクターなんですけども、猫なんですけども、まあ、体がタコみたいになってて、で、手がまあ、ヘビですね。なってるんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いんですよね。で、ギュスターブくん。で、世界一の猫っていうののシリーズがあって、これはですね、ぬいぐるみの猫が持ち主にもっともっと好きになってもらいたいっていうことで、なんか本当の猫になりたいと思って、で、猫のヒゲを手に入れたら本当の猫になれるっていう噂を聞いて、そのヒゲを探しに行く旅なんですけども、その旅でこういろんな動物たちと出会って成長するっていう話なんですけど、もうそれを手助けしてくれるのが野良猫の猫さんなんですけどもね、もうこれもすごい感動作品です。で、好きになったらっていうのもありまして、これはワニと少女の恋の物語なんですね。もうそういう感じで、もう本当にもう夢と現実とも空想が混じったような、本当にもう素敵な絵本とかも素敵ですし、作品とかも本当に素敵なんで、もしね、夏休みの最後どこに出かけようかって思ってらっしゃる方は、ぜひ神戸ゆかりの美術館どうでしょうか。樋口ようこ展、樋口ようこじゃないね、樋口
優子ですね。私陽子って言ってました。陽子さんって誰？樋口優子さん。樋口優子展サーカスがやってます。10時から5時まで、で最終日は10時から16時半までです。ということでね、皆さんの見に行った方はこんなんだったよって教えてくれたらいいなと思います。それでは皆さん、また来週まで体調など崩さないようにしてください。では菊池夏でした。さようなら。